はい、どうも、こみです。さて、本日はこちら TH コンプリータさんから動画をお届けしていきたいというふうに思うんですけども、ちょっとね、始まる前にいつもの小話1個、挟ましてもらいたいなと思ってて、皆さん、洗濯するじゃないですか。部屋で干しますかね、まあ、外で干しますかね。自分、日本に住んでた頃って、浴室乾燥があったんで、基本部屋干しだったんですね。ただまあ、当然乾燥機付きなんで、まあ、早く乾くから、まあ、そんな気にならなかったんですけど、ドイツってですね、基本的に家の中で干すんですね。で、浴室乾燥なんてものは、まあ、ついてる家は、まあ、そうそうないですよね。で、外に干しちゃうと、景観が乱れちゃうからっていうんで、クレームしちゃうんですよ。で、見えないように家の中で干すんですけども、まあ、ね、場所も大変なんですけど、まあ、それ以上に大変なのが、生乾きの匂い。これね、日本にあるような、吐いたみたいなのがないんですよね。で、僕、3、4ヶ月ずっとね、もうタオルが臭くなって忘れてるの繰り返しで、なんでだろうと思ったらですね、実はですよ、こちらの人ってみんな、水で洗わないんですって。60度以上ぐらいのお湯で洗うらしいんですね。でそうすると、まあ、それが殺菌になるんで、匂いの元になる菌がみんな死んじゃって、で、服とかタオルが臭くなりにくいということらしいんですね。ちょっと驚きじゃないですか、これ。本当ね、もっと早く知ってれば、だいぶね、救えたタオルもあったんじゃないかと思うんですけどね。まあ、もし皆さん、海外にね、生活なんかすることがあったらですね、水で洗濯するんじゃなくて、お湯と覚えておいてもらうと、タオルが臭くなりませんという話でございました。さて、本日はですね、そんなことじゃないんですね。ドラゴンですね。これを見ていきたいというふうに思うんですけども、前にですね、ゲスキングさん流のドラゴンということで一回動画を作ってるんですが、まあ、本当にね、このドラゴンがやったと優秀なんですね。自分もね、ちょいちょいパクらさせてもらって使ってるんですけども、今回もね、刺さってるドラゴンがあるんで、まあ、それを見ていきたいと思います。動画をね、2本、まあ、本日は見てほしいなというふうに思うんですけども、1本目がこれですね。どこだ?ゲスキングさん、これか。ちょっとこれ JWC のアタックなんですが、まあ、全開になってるのはね、動画化してもいいってことなんで、上げさせてもらいます。合計2本、まあ、今回見てほしいんですけども、まあ、2本目を使ってしっかりとね、解説をしていきましょうかね。まずは2本ドドッと見てもらいたいと思います。で、どういうふうにこのゲスキングさん流の、トラバル展開されるかっていうと、まず突撃艦パート出していきますね。黒風船、いわゆるホーミングをチェックして、こんな形で、きっちりですね。突撃艦を、狙いたい場所に入れていくという感じで、今回は、クローン、あとは、レイジで、さらに、フリーズまで使っていましたね。で、こんな形で、まずは、ドラバルパートを始める前の、サイドカット的な感じで、赤電式ですね、突撃艦の中にライドラバルーンでレイジクローンを使うというこれで削りを入れていきます。今ので、インフェルノタワーが1本折れて、で、対空砲も1本折れましたね。で、防衛援軍も、まあ、こうして苦労するんですが、ドラゴン2体を使って、まあ、なんとか処理をするという感じです。まあ、この時点で結構2と使っちゃってますよね。ドラゴンがもう、3体いないのかな、うん。2体いないのか。で、結構ね、ユニットを使ってしまって、残りのユニット結構、まあ、厳しくなってて、ドラゴン8体だと思うんですけど。で、こういう形で、まず削りをここに入れてですね、行ってから、キングとクイーンで、キング&クイーンですね。で、このなんていうかな、壁際をカットしていきます。で、残ったこのルートにこういう風に、ドラゴンを流していくと、まあ、いうね、プランニングになっていくんですけども、ですね、このゲスキングさん、ちょっと今回詳しく聞いたんですね。どんな風にそのプランニングしてるんですかって、とか村をどうやって選んでるんですかって話ですよね。めちゃくちゃ気になるんで聞いたんですけども、まずですね、タウンホールにドラゴンを集中してこう集めて、行ける配置。もうね、これを選んでるみたいです。で、それっていうのはつまり、回路陣みたいなのはダメなわけですね。タウンホールが中心にあったりしちゃうと、そこにドラゴンを集めるのって結構苦労するじゃないですか。今回の村のようにですね、こう、わりかしこう隅っこ側にこうね、あってくれると、まあ、ドラゴンってどっちからでもこうアプローチがしやすいですよね。比較的早めにこのタウンホールに、到達するので、ばらける前にここに到達すると。で、こういう形が作れる配置をまず選んでるそうです。で、次に見るポイントっていうのが、突撃艦のライドラバルーン、レイジクローン、まあ赤錦ですね。このパートで、インフェルノタワー、これを最低1本折るというところをね、意識してやってらっしゃるそうです。で、これがまず折れる場所を、まあ、探すわけなんですけども、その時に当然、投石機とか、対空砲とか、まあ巻き込めたら全然巻き込みたいですよね。
で巻き込んでいくと。で、その時にですね、フリーズも今使ってました、ね、よく見ると。で、フリーズ使う、ポイントっていうのは、相手のヒーローがその突撃艦バルーンの場所にいる場合、あとは投石機がある場合、これがあるとバルーンがあっという間に全部いなくなっちゃうんで、そういう場合には、投石機を優先しますが、そっちにフリーズをかけるそうです。で、真ん中形を作ることによって、ライトラとバルーンたちがガン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 と伸びてくれると。で、区画をがっつり削って、今回のケースで言えば、こんな感じですね、ここ。区画を、こんな感じでこう削っていって、ここですね。で、キングとクイーン、こっちから出してきましたよね。これ何かっていうと、もう一個ポイントが、ありましてですね、このクラン城からの援軍、これをキングとクイーンが歩ってって釣っちゃわないっていうのは非常に大事だそうです。まあ、今回の場合ほぼ全部出ちゃったからまあ問題なかったのかもしれないですけども、初見でも結構ゲスキングさんやるんですね。でこのか後見てもらう2本目はまさにその初見なんですけど、そういう場合にはクラン城の範囲に、キングクイーンが歩かないようにこう壁がね仕切られてること、こんな感じですよね、仕切られてますよね。ここを歩いていく分には援軍釣らないよと、こういうようなルートっていうのを、しっかりですねゲスキングさん狙って、ヒーローを歩かせていく。でそうするとここが削れてますと、こっちも削れてますってなったら、もうドラゴンたちはすごい簡単にこの、タウンホールにリーチすることができるということなんですね。こういうマラを狙ってるそうです。ということでですね、もうちょっとね、詳しくではもう一本見ていきたいというふうに思うんですけども、これね本当今の村の選び方は本当多分ね有料本かもしれないですね。すごく、参考になる話でした。ぜひね覚えておいてほしいと思うんですけども、2本目はこんな感じです。3ホールはわりかしまあ外寄りですよね。これもゲスキングさん見た瞬間に、はいこの村ももうもらったと思ったらしいですね。今回ねもっとすごいですよこれ本当に。初見攻めてるんですけども、防衛軍がこれ何が入ってるか分かんないけど、まあ多分あれかな、なんだあれアイスドラゴンとラババルーンとか、まあそんな感じなのかもしれないですね。出てこないんですね最後まで。壁の中にこうリクイニットが入んないと援軍釣らなくなっちゃってるんで、こういう場合にはヒーローって絶対釣りませんからね。で今回みたいに突撃艦バルーンでもうここをがっつり、壊します。呪文に関しては、クローン、レイジ、さらにフリーズまで使ってきますね。で壊していってこの辺りの、周辺部分っていうのを、まあ、ベビーで、カットしていくと、ベビーでカットしていくと、まあ、いう感じですね。でドラゴンパートに入っていくんですけども、さあ見てほしいのはこれ、キングとアーチャークイーンでしっかりと外周をこう歩かせていきながら、まあ、キングがねシングル ID に限られてますけど、まあ、この辺はもう呪文を使ういはしないみたいですね。聞いてみたらやっぱりそのドラゴンたちをいかに、なんていうのかな、しっかりとサポートをしながら進ませるかっていうところがポイントになってくるんで、ヒーローパートに呪文を使うってことは基本ないそうです。でこんな感じですね。ドラバル今タウンホールに完全集中しましたよね。集中したドラバルが、それを一気に突破して、で突破し終わったところでヒール打っていくんですね。ヒールの呪文をで打っていって、で、最後残り 50% を切って 60% ぐらいかな、になって相手のクラン城をドラゴンが落とせるなというふうに、まあ、踏んだタイミングでロイヤルチャンピオンを出していくんですね。これ分かりますかね、今ここにいるのロイヤルチャンピオンが。で、もうロイヤルチャンピオンが仮面の中に当然入っていっちゃうんですけども、ね、タウンホールでにはクラン城がもう壊れてるんで、援軍釣ることがないですよね。で、こうなってくるともうあとは、ドラゴンとロイヤルチャンピオンが防衛施設をガンガン無双して壊しまくってくれて、はい、この全開です。見てください、このドラゴンの残った数。これ。1,2,3,4,5,6,7,8体かな?この10体中8体のドラゴンが生き残るという、もうこの異次元のドラバル。これはね、もうマジでやばいですね。ちょっともう一回おさらいしたいと思います。今回のケース、まず村の探し方ですね。タウンホールが外寄りにあるということがまず条件ですね。でこういう村を選びつつ、クラン城から援軍を、ヒーローが釣らずに歩かせるルートが作れるかどうかってことですね。今回で言うと、こっち側ヒーロー。これは、完全に NG です。なぜなら援軍釣っちゃうからですね、ここ。ここに入った瞬間にここで援軍釣っちゃうんですね。これはだからもう絶対に NG なので、ヒーローに関してはこのタウンホールのそばのこの12時方面からこう歩かせることによって援軍釣らない、つまりタウンホールが
外寄りにあり、かつ、ヒーローパートでそのタウンホールにドラゴンを集めるためのサイドカットが援軍を釣らずにできるという点ですね。これがまず、村を攻めるかどうかの下準備見るところになります。で、そうしたらじゃあ次、ここまでヒーローで壊しますねと、まあ、キングとクイーンってですね、壊しますね。で、ドラゴンはタウンホールにリーチしたいんですよね。はい、ってなった場合に、じゃあ邪魔なのはここですよね。ここをどうしますかって言ったら、ここにさっき言ったインフェルノがあるんですよね。インフェルノタワーがあるんで、じゃあここに茜式入れたら、さっきの、茜式で壊すべき最低条件インフェルノ1本ってところに当てはまるわけですね。なおかつ美味しい感じで対空砲まで入っちゃってくれてると、これはもうセンキューベリーマッチですよね。ここに関して茜式を当てていくってこんな感じですね。はい、バルーンでしっかりと、黒風船ホーミングの回収をしながら、後ろから追いバルーンを出してアチャトーンも潰しつつ、はい、このしっかりとインフェルノの真上で弾けさせてフリーズを入れますね。このフリーズは投石にしっかりかけます。こうすることによって、バルーンが生きて、周りの施設をより壊してくれるということですね。レイジンのカタライドラがさらにアーチャークイーンまで倒しながら、周りのステルストレージまでこうターゲットを伸ばしていって、そこからチェーンを突っ込んでいきますね。で、ちょっと残っちゃったこういう細かいところはベビードラゴンとバルーンでしっかり処理と、こうすることによってドラゴンがタウンホールにしっかりと流れていけるルートができましたということですね。で、こうなってきたら、あとは一気にドラゴンをドドッと出すんですけども、バルーンを出して、ホーミングまず2体でチェック。2体でバルーンでホーミングチェック、キング、クイーンを先に出して、ちょっと削りを入れた瞬間にもうすぐにドラゴンをドドッと出します。この時よくね、バルーン先に出す人がいるんですね。これはゲスキングさん的には NG らしいです。なんでかっていうと、ドラゴンでまずターゲットをしっかり取ってですね、バルーンを序盤延命させるんですね。早速レイジを打って、この高火力帯、宝石機タウンホールをレイジに乗っかったユニットで一気に潰していきます。で、さらにレイジを加えていって、ここ、イーグル砲、相手の対空砲という、まあ、攻撃が重なっている部分というのを一気に突破していきます。序盤にも呪文全部使っちゃうみたいなんですね。そうしないと、後で呪文取るとき、ドラゴンがどんどんやられちゃったら、呪文の恩恵なくなっちゃうんで、もうタウンホールを突破した段階で、トームをしっかり使って、ドラゴンたちを 無敵化して、で、無敵のタイミングが切れる瞬間ぐらいにヒールの呪文を打っていく。ここですね。これ。ヒールを打っていくってことですね。打っていって、で、ドラゴンを回復させるんですけども、一緒にバルーンも回復するんですね、このヒールの輪の中で。なので、序盤、ドラゴンでターゲットを取って、まあ、バルーンが進むわけなんですけども、ここの序盤で傷ついたドラゴン、バルーン全部一回ヒールで回復させて、で、終盤はまずバルーンが当然先行しますよね。ターゲットを取りながら防衛を壊してくれる。で、そのバルーンに続いてドラゴンがじわ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 先に進んでいって、で、最終的にはこういう形で全開になっていくというわけなんですね。まあ、ロイヤルチャンピオンのタイミングっていうのは、もう呪文を全部使い終わった後ぐらいですね、もう見るのは。そのぐらいのタイミングでタウンホールではない、クランチョが大体壊れているので、その壊れたクランチョ、まあ、クランチョが壊れるなっていうぐらいのタイミングで、ロイヤルチャンピオンを出すことによって援軍も釣らないし、ドラゴンを出したロイヤルちゃんがこう合流してなおさら、お互いに、相乗効果を見ながら全身力を増していくという形になるわけですね。まあ、すげえなって感じですね。この村の選び方と、攻めの手順、まあ、あとその具体的な、その村に対する、まあ、プランニングがまあその前に来るのかな。この辺っていうのはもう今、お話ししたことが、多分、すべてじゃないかと思うので、ゲスキングさんもしかしたらまだね、手札を持ってらっしゃるのかもしれないですけども、自分はね、もうそれぐらい、聞いたら、なんかすごいすっきり腹落ちしました。よくね、このゲスキングさんの攻めを見てるので、あ、なるほど、そう考えてんだな、ということでね、ぜひ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 、このドラゴン先生ね、本当にこの人、ですね、この人とか言っちゃった、この方ですね、どうだろうな、ノランの初見とか、あと大会とかもみんな結構初見でガンガン行くんですけど、普通に5割ぐらいの全開率をこのもうドラブル1本でやっちゃってるんで、ぜひね、真似してもらってもいいんじゃないかなと思います。村さえ見つかったら多分やれますよね。これはね、私も、結構試して使っていて、それなりに煮干し延長の全開が狙える硬い戦術なんでね、おすすめです。はい、
というところでですね、本日の動画を終わりにしたいと思います。よろしければグッドボタン、チャンネル登録よろしくお願いいたします。またですね、今後もこういった、動画どんどん上げていきますので、ぜひぜひまたご視聴いただければ嬉しいです。そして、TH コンプリーターさんですね、今回JWC にも参戦してますが、まだまだメンバー募集しているということですので、ダンホール13で対戦ガンガン楽しみたいよという方ね、いらっしゃいましたら、ぜひ門を叩いてみてもらえたら皆さん歓迎してくれると思いますので、お試しいただければ嬉しいなと私も思います。では本日この辺りで終わりにしたいと思います。また次の動画でお会いいたしましょう。バイバイ。